ゆうちゃんです。今日はここマカハビーチでアイスクリームを食べたいと思います。今日のアイスはですね、うわあ、ビキニのお姉さんが前にいます。見せようか。多分ね、遠くて見えません、遠くて見えませんけど僕は見えます。今日のアイスクリームは以前も食べたやつです。ストロベリーチーズケーキ味みたいなやつですね。チーズの味です。名前はですね、ストロベリーチーズアイスクリームバーとなっております。台湾のアイスクリームです。僕ね、アイスクリーム買うときにね、セブンイレブンで買うことが多いんだけど、最近同じやつを食べるようになってきてます。結構食べ尽くして、そして僕はね、入ったときに僕が好きそうじゃないやつは最初から選ばないんです。甘そうなやつとかね、もう好みで自分の好きなやつをだけを、自分の好きなやつだけを食べるという、その方が笑顔だしね。やっぱりみんなにも笑顔を見せたいし、僕自身も笑顔の時間が多い時がいいので、はい、好きなやつを食べてます。早速これも食べます。どんな味だったっけな、美味しかったですけどね。こんな感じです。いただきます。うまい、うめえわ。ちょっと溶けてきてます。あ、うめえ、アイスクリームうめえな。終わりです。あー、美味しい。それじゃあね、みんな、 See you next time。 またね、バイバイ。